おはようございます。今日はエミちゃん誕生日で、これから誕生日パーティーを我が家で行います。で、昨日のうちにこんな感じでケーキを作りました。で今日はあず寿司さんっていうお寿司屋さんを、出前っていうか、なんだろう、出張してもらって目の前で作ってもらうっていうね、お寿司を、美味しいお寿司をみんなで食べる誕生日会になります。ではその様子を撮っていきたいと思います。よかったら最後まで見ていってください。ビバースデー、エミちゃんの誕生日。違う、エミちゃん、エミちゃんが、エミ子の誕生日。エミ子の誕生日。エミちゃん何歳なの？57歳です。50歳にしか見えない。あんま変わらない。もっといくやん。早速買ったばっかなのにルーシーに噛まれちゃったの。あず寿司さんのお寿司楽しみね。なんか似てんの、なんだろうね、この味。
日本で修行したんですか？はい。すごいね。綺麗。すごい顔してる。ねえ。
教わったんですかね。そうですね。すごーい。綺麗。ねえ、蝶々になってる。いやー、キミソムロ来た。キモソムロ。キモソムロ。何それって感じ。キミソムロ。そう、キミを細かいそぼろにして。牛のそぼろや。すごくない？すごい。手が込んでる。さあ、どうぞ。もう君そぼろ、どうぞ。いただきます。こっちで一口で入れたわ。これツルツルやん、これ。そうだよ、そうだよ。いただきます。ツル飛んでる、ツル飛んでる。あ、ツルすごい。これカットしたの。うん、めっちゃ美味しい。めっちゃ美味しい。超美味しいしか言わないから、あの食レポ下手だよね。いつものように言ってよ、いつもの。うん、いつものようにむっちゃおいしい。なんか芸人に見えてきた。大きいもの誰かに似てるよね。むっちゃおいしい。めっちゃおいしい。もうめっちゃおいしいしか言葉が出ない。めっちゃおいしい。おいしいね。めっちゃおいしい。漬けマクロだって。むっちゃ美味しいしか出えへんの分かるって。食べてみて。むっちゃ美味しいしか出えへんって、ほんま。うーん、やろ。その写真と違うよ。うーん、違う。分かる分かる。美味しい。豆腐になってるエビ初めて食べた。これエビ？ロブスターね。エビ。あ、ご飯にもこうまぶさってるんだね。ほら、黄身が、黄身そぼろが。このからしのがめっちゃ美味しい。ハッピーハッピーハッピーバース。よかったね、まだ。今日一日何言っても大丈夫。何言っても大丈夫。めっちゃ美味しい。ね、めっちゃ美味しい。ね、ね、ね。どうどう。さっきのエビの卵のなんかすごい美味しかった。やばいよね。うん、ハッピー。
バースデーだね、本当に。すっごい美味しい、ね、ハッピーバースデーで出会えてよかったね。え、よかった。マネチラシすごいやん、おばあちゃん。マネチラシこれすごい。どうしたこれ。これと、こちらは何のお汁ですか。ロブスターの味噌汁になります。ロブスターのミーソース。ミーソース、すごい。好き。もうミーに食べさせて。え、お汁飲んでみ。熱い。おいしそう。酔っ払っちゃった。
よろしくね。